たった一人の旗揚げ。誰がこんな静かな藤波の旗揚げを想像しただろうか。この仮設道場も藤波はたった一人で黙々と一晩かけて作り上げた。藤波の原点への旅立ちが始まった。まあそれはずっとプロスの道に入ってね、ただ無我夢中でずっと上を見て自分で、なんていうのかな、外人選手と戦いたい、チャンピオンになりたい、ある程度はその名イベントを取りたいとかね、いろんなことで自分のその夢っていうのがずっとあったでしょ。まあ今もいろんな夢があるんだけど、まあある時期ふと気がついた時に、年齢的なものとまた反対に自分のこうつい目の上にいた、目の周りにいた、要するにライバルっていうのか、それがふと見るとやっぱりこうなくなっちゃうんだよね。まあ、猪木さんがまあああいう形で退いた、退いたということで、まあ、そういう部分でやっぱ自分たちは何に今度はテーマをね置いて、何を目標として今度は自分のこの現役っていう立場でこのリングに自分がその足を向けていいのかっていうね、だそれがだからテーマが見つかるまでにものすごくやっぱ時間がかかったのね。それとそういうするうちに僕は自分で今度はやっぱり自分がもう一回その忘れてる原点っていうのか、自分だったらこういうものを作ってみたいなっていうのがね、やっぱり頭の中でずっと何年もこう何ていうのかよぎるものがあって、でまあ今回、まあ、こういう形でねボンとけじめもついて、まあ、スタートしたっていうこんな感じだよね。まあ戦列をこう離れてね復帰するには、まあ、本体に戻るのが一番、まあ、ベストであり普通の形なんでしょうけどね、まあ、自分が今先ほど言ったように自分が置かれてる立場とか自分のテーマを見つける中でね、やはり自分が本体に戻った時にはその時だけで、あとまたずっと日が経ってくるとやっぱり結果的に何も変わってないんだよね。やっぱり自分の心の中にあるものがやっぱり変わってないってことだから、やっぱりそういう部分で一回本体に戻るよりも自分がやっぱり復帰するには何かを自分が心の中にあるものを前にさらけ出してね復帰することの方が全てが解決するんじゃないかなっていうのがね、今回だから本体に復帰しなかった理由ですよね。まあ僕の形はとにかくこれから先どうなるかっていうのがね、本当はもう自分の頭の中にありますよ。でもどういう形になるかっていうのは僕も今ここで相手は言いたくないんですね。っていうのは一つ一つまず29日あって今年のあと何試合あるかね、分かりません。それからまた来年にかけてとにかく一個作れば必ずあこういうのが見えてきた、また一個作ればこういうのが見えてきた、まあ、そういうふうにだん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 こう末広がりね、いろんなものを見せていきたいっていう。だから将来的に僕は今回旗揚げする、要するに単なる一つの団体を旗揚げしたものに僕は終わりたくないんです。僕のテーマはですね、もうちょっと違うところにねやりたいことがあるんですよ、それも今まで自分たちはずっと何ていうのかなやってきたプロレスをこれからどういうふうにしていろんな人にね理解してもらうかっていう、まあ、プロレスですから、ただそのプロレスって4文字をねただ受け取って、要するにいろんなことを判断する人がいる、だそれをただそんな簡単なもんじゃないんですよ、プロレスとある分ではこういう部分っていうのがあるんですよっていうのを僕は作っていきたいですね、まあ、その29日、答えが出るわけですね。まあ少し出したいですね、全てはちょっと無理でしょうけどね、今藤波は何を考え何をしようとしているのか。旗揚げ戦は無我と名付けられた。新日プロが福岡で新しい時代の幕開けを感じさせるU インターとの対抗戦を開催するその日、藤波はプロレスの原点に向かっての戦いを始めた。慣れない手で客席を作り会場の整備に当たった多くのボランティア、そのリングを客席を会場全体を藤波は己の目で確認した。その視線の中に見えていたものは忘れかけていた1972年3月の新日プロ旗揚げ戦の風景だったかもしれない。プロレスの原点に戻る戦いとは実は藤波辰巳の原点に戻る戦いでもあるのだ。あと3台欲しいですね。298日ぶりのリング、それは23年ぶりのリングといった方が正しいかもしれない。
とにかく僕はここでね、まず大きなことを言うよりもまずファンの方に先ほど言いましたように何を感じてくれるか、それを僕は反対にファンの方に、問いたいですね。それと同時にこれからプロレス界がねどういうふうに変わらなきゃいけない、また反対にレスラー個人個人がね何を大事にしなきゃいけないというのがね、その辺をぜひ見てほしいですね。この日試合前に2つのスパーリングが行われた。ビリー・ライレー・ジムと藤波、西村、ブラックキャットのスパーリングは会場を埋め尽くした3000人以上のファンに多くのことを語りかけていった。30もの団体乱立、乱発されるデスマッチ、レスリングを知らないレスラーたち、藤波の憤りが淡々と行われるこのスパーリングの中から叫びとなって聞こえてくる。プロレスを愛し続け生きがいとし続けた男の無言の抵抗、無口な藤波が示した最大級のアンチテーゼがきしむリングから聞こえてきた。
レフリーミスター高橋。Hey, come on! 1, 2, 3, 4! Oh, come on! Damn! No, no, no! Oh.
to breathe. You understand? What about him? No, you first. Okay. Way around the world. Okay, break. Get up, you guys. Get up. Get up. Okay. Nose. Oh, gosh. Nose. Nose. Why say? I gave up time. No. Watch it all. Oh, no. Come on. Two, three, four, come on. Five, come on in. Six, seven, eight. Yep. Six. Hey, you sneaky boy. Thank you.
this time. Woo! Ask him, ref! No. Hey, Jimmy! No. Give up, you say, Tony. No. No. Watch it off. Right. Hey, who's your name? Watch it off. Right. Okay. No. No. Hey, you're trying to get up. Okay. と名付けた旗揚げ戦、初来日のまだ見ぬ強豪タリー・ブランチャードに勝利したものの、藤波の本当の戦いはその序幕を終えたに過ぎない。わずか3試合の中で藤波の見せようとしたものは何だったのか。その答えはまだ藤波の中にもファンの中にも見えてはいない。その答えの出る日、プロレス界は新しい1ページを迎えるに違いない。
本日はどうもありがとうございました。まだね、先ほども言ったようにスタートだばっかりだからね、まあ、成功とかそういう言葉を言える状況じゃないってことはね、もうお客さんも百も承知でしょうしね、早くその成功って言えるね、自分の満足のいくものをね完成したいですね。満足とか不満足とか、ただ自分はもう精一杯今回のこの短期間の中でコンディションを作って精一杯やりました。ただ本来の自分を知ってるねファンからとっては、それにとってみれば満足にいかない部分もあったでしょう。だから自分ももっと試合に集中できるね状況を早く作れるようにね、もっとしっかりと足元を固めてね、少しでもお客さんに自分が何をこう考えてるのか、何をやりたいのかね、早くその姿勢を見せたいですね。あくまでも僕は新日本プロレスのリングにまだ上がる立場でもありますし、新日本プロレス所属の選手ですから、新日本プロレスという一つのああいう人の第一線で戦うには、こういうものの中で鍛えて上がっていかないと、あの第一線のあのリングに上がれないんです。それだけ新日本プロレスのリングは厳しいんです。あくまでも新日本プロレスと僕は背を向けてどうのこうのやりません。そのだから非常に外から見た時に分かりづらいかもしれませんけどね、だからそれだけ意味があるもんなんです。この新日本プロレスにいながらあえてそういう独立の姿勢を取るっていうのはね。無我、何かに夢中になって我を忘れること。辞書に記されている無我と現在の藤波の胸中にはまだ大きな隔たりがある。藤波が全てを忘れてプロレスに打ち込める日は来るのか。その日が初めて藤波の復帰第一戦と言えるのではないだろうか。藤波の戦いは今始まったばかりなのだ。藤波辰爾は藤波辰爾です。その中でレスリングの大事な部分を見せます。